をしているカバサワです。サロンでスタイリストをしているミオです。ソワでスタイリストをしています高瀬かなえです。私が撮影の時にこだわっていることが、インスタのイメージに合わせることと、モデルさんの髪色と肌の色、あとその時に使う衣装に合わせてメイクをしています。暖色推しの美容師として今やらせていただいているので、できるだけ髪色も自分で染めて、その髪色に合わせられるメイクを心がけてやっています。でよく使うアイテムは両方セルフォークなんですが、2番のペンシルアイライナーとインフィニトリーカラーのオレンジを使ってます。これはリップでも、アイシャドウでもチークでも何でも使えるもので、少し光沢があるのでツヤっぽくなってくれるのと、髪色に合わせやすいのでいつも使っています。でペンシルアイライナーは少しピンクがかっているので、アイメイクと相性が良くて、そんなにパキッと肌につかないので、ナチュラルなメイクや少し、インラインを入れたい時に最適かなと思って使ってます。撮影でメイクする時のこだわりは、モデルさんの素材を意識しているので、特徴に合わせて、メイクを変えてるんですけど、基本的にはモデルさんにメイクするときは透明感をすごく意識しているので、鏡だったりとかを意識しています。よく使うアイテムは、最近すごく気に入っているのがスックのトーンタッチアイズの12番で、ラメ感がすごく細かくて、結構アイシャドウだと大きいラメだったりとかが多いので、こう細かいラメがすごく気に入ってて、まあ、目元につけるのもそうなんですけど、結構目元の中央だったりとか、あとはほっぺあたりにも広げてつけると、結構写真撮った時にツヤ感がすごく出てくれるので、すごく今気に入ってます。はい、はい、私が撮影でメイクをする時のこだわりは、自分のインスタの雰囲気に合うように、あんまり甘すぎずでも強すぎずっていう感じにしたいので、ちょっとナチュラルめに、でもモデルさんの魅力が引き立つようにメイクをしています。そのモデルさんのインスタ見て遡って、そのモデルさんがどういう風にメイクされてると自分のやりたい感じとか魅力が引き出せてるかっていうのを撮影の前にちょっと探ってからメイクをするようにしています。撮影でよく使うアイテムなんですけど、最近使い始めたんですけど、スナイデルのマスカラが、なんていうんですかね、根元から細く塗れるので、まつげが濃くはならないけどちゃんと立ち上がる感じで、なんていうんですか、ここが細いんで結構細かくまつげに塗れるので、ちゃんと目力は出るけど濃くなりすぎない感じが、すごい使いやすくて、色もこれグリーンなんですけど、あんまり緑って感じにはならないけど、黒とかブラウンよりはちょっと癖が出る感じがお気に入りです。欲しくなりますね、はい、若い子なのかなって思ったら、コスメキッチンと同じ会社だから、なんか、はい、コスメキッチンに売ってました。そうなんですよ、案外いい。私は、SNS が一番かなって思ってるんですけど、やっぱり綺麗に撮れるし、あと拡大こうできるので、どんな感じで塗ってるんだろうとか、あとは、どんな有名な人のメイクでも間近で見れるので、インスタグラマーさんだったり、あとは自分の好きな芸能人だったり女優さんだったりのメイクはインスタでチェックして、使ってるものが分かったら店舗に行って試したりして、トレンドっていうよりかは、自分の好きなテイストにはなってしまうんですけど、それで幅を広げていったりしてるんですけど。よく誰見るんですか？谷口さん、めちゃめちゃ見てて、かわいい。弘中アナウンサー大好きで、かわいい、可愛くて、やっぱりそういう自分の好きなモデルさんとかのメイクは真似したくなるので、谷口さんめっちゃ見てま
同じようにインスタで結構調べてるんですけど、気になる人のとこからまたその人に関わってる人のとこ飛んでってやっていくと、なんかそこの界隈の詳しい人たちが見れるから結構飛びながら見てるんですけど、美容師さんもそうだし、なんかあのコスメめっちゃ推してるっていうインスタグラマーさんとかもいるから、そういう人のってなんか新しいやつ最初に全部載せてくれて、あの使用感載せてくれてって感じなんで、なんか分かりやすくて見ますね。あ、でもあの名古屋のリットの真央さんとかも本当に可愛いし、あの分かりやすく説明してくれるし、結構まめに上げてくれるのでよく見てます。私もほとんど SNS で、まあ、おすすめのところを見てたらこう押すとどんどん関連で出てきてくれるので、それでこう見て気になったら結構実際に店舗に行ったりして、で自分にやってもらって、まあ、今はあんまりできないんですけど、ずっとやってもらって、なんか質感とか見てで気に入ったら買っちゃうみたいな感じで、それはもう自分を使うしモデルさんにも使って、っていうのが多いかもしれない。SNS ですかね。高瀬さんだったら高瀬さんだなって思う投稿だったり、こうスクロールしててパッて出てきたら高瀬さんだって分かる、なんか美代さんだったら美代さんって分かる、なんかその世界観がやっぱりまとまっててすごいなって思って、自分の投稿とかページ見てもなんかまとまってるのかなとかって思うんですけど、やっぱり他の美容師さん見るとすごい統一感があって分かりやすくて、なんか日々勉強だなって感じさせてもらってます。めちゃくちゃまとまってますよ。本当ですか？めちゃくちゃまとまって分かりやすいし、お客さんたちも保存しやすいし、やりたい色とか、なんかただオレンジ乗せてるだけの人みたいな、いっぱい保存してくれそうな感じだし、あのメイクも可愛いし、可愛いし。私は3年前ぐらいから、もうアシスタントの時から自分の髪をオレンジにしてすごい変化があって、メイクもしやすいし服も合わせやすいしっていう感動があったので、それを絶対押していこうって決めて、そのアシスタントの時からずっとやってます。大事にしてることは、まずモデルさんが普段やってるメイクからあのかけ離れないようにしてて、やっぱりモデルさんは自分がそれが一番ベストだっていう気持ちでやってると思うんで、すごい薄くしすぎたりとかすごい濃くしすぎたりとかしてしまうと、なんかきっと気持ちが乗らないとやっぱ可愛い表情もしてもらえないので、寄せつつでも違う自分を発見してもらえるように頑張りたいなって思ってやってます。季節に合わせて髪色を例えば赤にしたらそれに合う感じにしたりとか、まあ、ヘアと一緒でこうメイクも合わせていく感じは私の中では一番大事にしてるかなと思います。はい、どうでしょうか？どうでしょうか？お二人がいた感じなんですけど、初めましてのモデルさんの時はなんか使って荒れたメーカーとか合わないやつを最初に聞いて、そこからあ、じゃあ普段何使ってるんですかっていう会話で、まあ、いろいろ聞き出して、あ、じゃあこういうのが好きなのかなっていうのを心がけてやってます。うん、大事。うん、こう髪、黒髪の人はあまり取らないので、髪色に合わせてあのこう逆にならないようにとかバランスを見るのと、あと前髪がこう被るんだったら眉毛濃くしすぎないとか、逆におでこ出すんだったら眉毛も結構大事なので眉毛こだわってやったりとか、色も軽く合わせつつどこを出すかっていうのをこだわってやってます。SNS でのメイクの発信だと、まあ、最近はやっぱりリールがすごくインスタグラムでも主流になってて、でそれこそこうやってる最中の動画とかは多分一番参考になると思うので、撮るのすごく難しいんですけど、なるべくこう工程とかも撮るようにしてやってるのと、道具と一緒にその撮影した
モデルさんの写真を一緒に載せてこう分かりやすくしたりとか、まあ、使ったアイテムのタグつけたりとかは結構して、分かりやすく見てくださってる方が分かりやすいような投稿を意識してやってます。リールめちゃめちゃやっぱり流行ってるなって思って、でなんかリールをどうやって他の人と差をつけようかなって思った時に、やっぱり髪色も見せつつメイクも見せたかったので、こう光に当たらない時の髪色とメイクのバランスと、あとは日光に当たった時の映像をこう一緒に一緒のリールにして、まあ光の違いで髪色もこんなに違うしメイクとのバランスもこんなに変わりますっていうのをやったりとか、まあ、でもやっぱり基本的に髪色に合わせたメイクにはなっちゃうので、まあ、そこの全てが分かるような投稿を意識してます。リールはこうメイクも絶対やった方がいいんだろうなって思いながらこう人のを見てるだけなのでやらなきゃなって思ってるんですけど、自分的にメイクのインスタを上げるときはお客様も参考にして買ってくれたりとかもするので、文章ですごいいいって思った時はこう熱量が伝わる文章にする感じにすると、なんかどうしてもこう PR とかいろいろあったりもするから、どれが全部本当にいいのかって分からなかったりもするかなっていうのもあるので、本当にいいよみたいな、買った方がいいよみたいな感じで書くようにすると、おすすめが伝わって、うん、でまた次お客さんが来た時にその話になってとか、うん、こうなんかメイクがつながりでまた会話が弾んだりとかするのも大事かなっていうふうに思ってやってるんですけど、リールも頑張りたいなって思います。あでも光加減とか夜とか撮影されますか？あ夜あんまり撮らないかもしれない。できるだけ自然光で日陰と日向でみたいな。夜だと、うん、LED、うん、ライトの青みがすごい出ちゃって、うん、で不自然な影ができちゃうのも嫌なので、うん、基本的に夜はやらないです。お店が夜もたまに撮影会をやるので、うん、やるときはでもオーナーがなんかすごい光のやつを持ってるんで、ね、それつけてくれて、で影作ってなんかあたかも朝みたいな感じになるように頑張ってもらって、光と影があるようにするとなんか自然になるんで、なんか光だけだとピカーンってなっちゃうけど、光と影があるとこう自然な感じでやってるんで、あなんか今までの自分だったら朝絶対やりたいって感じだったんですけど、夜でもこうやって工夫すれば、うん、自然に撮れるんだなって思ったんですけど、自分の力ではできないんで、うん、やっぱこう写真こだわってる人ってすごいなみたいな感じ、うん、その光欲しいです。そう、ね、光欲しいです。でもモデルさんだと朝より夜の方がなんか漏れるみたいな方もいるじゃないですか、むくみが取れててとか、そうなると、まあ、夜の方が空いてるモデルさんとかもいて、うん、夜やりたいなとは思う、光を相談してみます。光の相談いいですか？自分でアレンジして撮ってるじゃないですか、はい、あれってこうやって普通に置いてやってるんですか？普通に置いてこうやってます。携帯を正面に置いて、うん、あそうなんだ。なんかすごい可愛い可愛いバランスで本当ですか、うん、撮れてるから携帯スタンドみたいなやつでやってるのかなみたいな。最初それもなんか使ってたんですけど、うん、なんかもう置いちゃった方が早いかもしれない。高さが一緒だと、うんうんうん、置いてもいいなってなって、うんうんうん、置いて。でも難しいですね、やっぱ光がやっぱ、うん、うん、また光の話してる。コスで買います？あ、買いましたで、3の、リップとチークとアイシャドウが3つ入ってるやつを買ったんですけど、めっちゃ可愛かったです。でも3のリップ3本セットも可愛い。可愛かった。3本セットが多いですね。そう、3本セットが多い。でも結構もうパレットとか売り切れちゃう。あ、早い早いですよね、クリスマスコフレね。
なんか特別なやつっていいですよね、持ってて。あ、そうそうそう、あの時しかないけどね、みたいな。